ヤガチャガチャンネル。あで来ましたと。ういっす。で、鑑定でまず古びた探検、これは果物ナイフ。あーで、大きな腕輪、これは伝説の武具の、まあそこの宝箱にあったのがこの弁慶ブレスなのか。で、これを身につけた者は特定の壁を登ることができる。ほう、武蔵は弁慶ブレスを装備、特定の壁を登ることができるようになった。あー、じゃあこれで進展したわけだね。果物ナイフのいらなさえげつねえけどな。で、とりあえずそしたら、でもその代わり目的が、おお、いたいた、武蔵くん。あ、村長、なんか村の様子が変だけど。スチームウッドの暴走だわ。あの管理人何してるのかしら。スチームなんとかとか管理人とかわけわかんねえな。まあオイラには関係ねえけど。とんでもない、スチームウッドはこの村の、いや、ヤクイニック王国の命なんだ。それにもしこのまま暴走が続けば村ごと吹っ飛んじまうかもしれんのだ。げっ、そりゃやべえな。そういうわけで武蔵くんに崖の上の管理人小屋に行ってもらいたいんだが。あの管理人、村の誰が行ってもちゃんとお仕事しないのよ。その立派な剣で落としてでもスチームウッドをなんとかさせてちょうだいな。まあまあ1しかないね。分かった、行ってみるよ。それじゃあくれぐれも気をつけて頑張ってきておくれ。頼んだわよ。なるほど。というわけで、これでまあスチームウッドに行かなきゃいけないっていうフラグが成立したと。まあちょうどね、次で何やるか分かんねえじゃんって言おうとしてたからね。まあある種そこはありがたいなってところでございますね。えいっしゃい。というわけでとりあえずもうリカバージェルは5個ぐらい常備しとかないと怖くてしょうがねえ。で、本当は HP の最大値上げたいからミンクってやつ捕まえなきゃいけないんだけど、それ自体はちょっとまだね、保留というか。さあ、というわけで改めてでございますが、ちょっとセーブだけしてね、スチームウッドの前にあれっすよね、その弁慶ブレスの効果はちょっと見たいかなと思うんですよね。どう、なんか特定の壁言われても困るというか、特定の壁がどこやねんちゅう話なので、そことかもねチェックしていきたいと思います。はい、というわけでございましてですね、テープチェンジ後ですやっていきたいと思います。さあ、とりあえずなんか登れるその壁をまず目視しないことには対応ができかねるから、なんか今話違うの。よいしょ。気持ちいいね。なんだろう、この状態の発言ではないかな。ちょっとのんきすぎるかな。でも山側の道の方とかに行ったら登れる壁とかあってくれたりするもんじゃねえのかな。なんでちょっと壁沿いの、結局ね、未だに地理関係分かってないんですけど、壁沿いから登って、何、その登れる、あ、これ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 の手前からよ、登れる壁の岩肌というやつをチェックしようじゃなりませんか。よいしょと。で、ここの崖に住んでる、崖に住んでる、ちょっと待ってよ、こっちってことかい。あ、お、何今の。おお、この赤い壁が登れるってことか。あ、これは便利じゃんね。で、何これ。あ、これ家か、入れねえや。ドアはないのか。ってことは近くになんか違う建物かなんかある。これ渡れんのか。よいしょ。あ、渡れねえや。あ、でもこれも、あ、飛び、わべし。だからこれもこうして、こうやって四角と三角交互連打で登って、はいはい、どうした。お、あんた大変じゃ。スチームウッドが暴走しちまったんじゃ。あと24時間以内に暴走を食い止めないとどえらいことになってしまう。おろおろしてる場合か。あんたスチームなんとかの管理人なんだろ。
確かにそうじゃが、わしだってやりたくてやってるわけじゃない。管理人なんて見回りだけの簡単な仕事だって言うから。ああ、そうじゃ、お主木登りは得意かな。見たところ鈍そうじゃがの。何言ってんだ、おいら木登りは大の得意だぜ。よし、じゃあ決まりじゃ、森のスチームウッドに行ってサクッと暴走を食い止めるのじゃ。それってあんたの仕事じゃねえのか。あいただだ、ここ腰が痛い、てリビウマチが。チェ、仕方ねえ。で、一体どうすりゃいいんだ。ほれ、スチームウッドのメモじゃ。武蔵はウッドのメモをゲットした。読むのがめんどくさそうだ。え、詳しいことはそのメモに書いてあるはずじゃ。残り時間はあと24時間。とにかく急ぐのじゃ。スチームウッドは森の崖の上にある。森の崖の上、森の崖の上、アバウトだなお前。森の崖の上、これ食らうでしょ。ああ食らうよね。森のあれか、あの眠りの森のとこでいいのか。だから、え、待って、制限時間減るの早いよ。だからだからこれの外側の、いやこの武蔵伝の世界の時間経過の速さがすげえわかる。違う、こっちはよいしょ、睡魔の森、睡魔の森と行き止まり。あのね、サイトにね、風車があるところのって書いたんだけど、風車がどこにあるか分かってねえんだよ。勘弁しろよ。睡魔の森の右じゃないの、スチームウッドって。違うの。あ、これか。風車ったあと、ふたスチームウッドの森、これだ。やばい、もうすでに3時間。もう私は3時間迷ったことになるのか。で、森の右手奥。待ってよ、これか。こっちか。おー、やべえ、なんか右下赤く光ってるけど大丈夫？眠いとか言っても困るぜ。あ、いて。あー、でも最初はなんかこれを抜け、いて。てか、スチーウッドのメモを見なきゃ、あれか。あ、で、これを登っていって、そり立つ壁じゃん。で、これを登っていって、よいしょ。待ってよ。で、アイテム、ウッドのメモ、使う。え、ないのかよ。で、これ右なのか奥なのかみたいなところあるけど、あ、でもこのトンネルはなんかそれっぽくない？で、これを登って、ほう。今は時間が経過しない時間。ほう、これがスチームウッドか。全く俺と同じこと言ったな今お前。なんだこりゃ、どうやって開けりゃいいんだ、さっぱりわからねえぜ。ああ、さっきもらったメモを見りゃいいんだな。スチームウッド暴走の止め方。1、室内にあるバルブを1番から順に締めていってください。2、バルブの正面に立ち四角ボタンでスタートです。圧力ゲージが上がるので、OK ゾーンにしたら四角ボタンでゲージを止めます。成功すればバルブゲージが上がります。失敗してしまうとバルブゲージが下がります。それを繰り返しバルブゲージがいっぱいになれば完了です。その時表示されるバルブタイマーが0になるまで次のバルブを締めましょう。バルブタイマーが0になると全てのバルブが開いてしまい1番からやり直しになります。それではこの扉で練習してみましょう。はあ、コントンジョン。なるほどね、余裕だよこんなん。なんか舐めてくれちゃっていいでしょう。私がスチームウッド大爆発を止めてみせましょう。で、問題は一番がどれかっていうのがわかんねえことだよな。あれ乗ってよかったんか。いや、完全に乗ってよかったな。失敗したな。で、乗って上に登って、で、よいしょ。え、ちょっと待って、これいけるよね。あ、1番だ。はい、よし、行くぜ。行こう。いや、子供騙しですね。やったぞ。あ、バルブタイマーが動き出した。だからこの時間の間に2に行かなきゃいけない。よいしょ。
よし、行くぜ。なるほどね、これを繰り返すんだ。あ、2回じゃなくて3回やらないとダメなバルブが出てきたから、バルブタイマーが後半に行くにつれてギリギリになる仕組みだな。あ、待って待って待って。で、これが3か。え、ちょっと待って、どういうこと。なんか違う違う、あ、違う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 、ちょっと待てよ。あ、行かないし。え、どういうことこれ。こっち側から、あ、これはダメか。なるほどね、イライラする仕組みだな。なるほどね、なんか必ずや正面突破できるわけじゃねえのか。オッケーオッケー、3まで頑張ろう。よし、3つ目で、ここでこうして横から入って、ちょっと早い。おい、で、これで3まで行ったから、そこの停留所で待って、で、それ乗ってさらに上のフロアに、危ねえ、移動して、時計、こっちか、こっち回りか。やばい、あと半日を切るよ。反対側からしか行けねえってか。なるほど、6、5、やっと、え、違う、5、え、 6、 あ、順番が違うのか。すえー、バーカ、このまた1からだ。落下を繰り返しすぎたせいでさ、もうどうあがいても無理だろ、時間的に。早っ、もう、いやー、これはスチームウッド大爆発ですね。あ、どん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 。なんでちょっと楽しそうな曲流れてんの。くそ、あの時ああしていれば。なるほどね、そういう感じになると。で、この時にメモリーのところからやるのか、セーブデータからロードするかっていう状態になるのか。ってことはあれか、俺テープチェンジの前まで戻った感じ。めんどくさ。いやー、というわけで、そしたらもう一回、そうだよね、あ、そんな感じの起きたアニメーションがあるんだ。へえ、知らんかった。というわけで、そうなると改めてまず壁のところ行って、メモもらって、スチームウッド抜けて、あそこ登るところからってことか。うーわー、なるほどね、セーブはこまめにしといた方がいいねってやつだね。まあまあ、ガタガタ言ってもしょうがありませんからね。まずは、もうこれ着実に一個一個こなして次のイベント見たいので頑張っていきたいと思います。というわけでございまして、改めてね、スチームとの、目の前まで、ただ今回はね、降りた先っていうのも分かりましたから、スムーズにたどり着けるんじゃないかなと思うんで、残り時間目いっぱい残してね、またスチームと戻ってやりたいと思っております。やったぞ、よーし、これで残り17時間残して最高記録タイ。いや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 、これはこれはいいですね。で、6番、さあ結構後半に行くにつれて変則的になってきてたりとか、
早くなってきてるとかになってるからちょっとね、危ねえ。よいしょ。ね、バルブタイマーが何気に絶妙っていうね。だ本当言うとあれなんだろうね、これがちゃんと下の階に行ってる時とか上の階に行ってる時っていうのを狙って対応しなきゃいけなかったりするんだろうね。で、ダメだ。あ、いけるな。7、あ、これだ。ちょっと待ってよ、ここで落ちたらシャレになんねえぞ。はい、オッケー。よし、よし、早っ。はい、はい、6回か。オッケー。さあこれで次が8なら幸せ。あ、8だ。またこの赤い足場の怖くて嫌なんだよ。よし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 、早っ。2、3、4、5、オッケー。さあ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 、これで全部だな。おう、もう安心だぜ。これで終わり。あれ、なになに今の地震は。お、なんか開いた。これが何、正常な形みたいなこと。置いてかれてる展開に。まあ出てくるべな。お、お疲れさん。いや、さすがじゃったの。あちこちで吹き出していた蒸気も止まっているはずじゃ。これで村のみんなも一安心じゃて。それと蒸気が止まったんで、わしの家からここへの近道も使えるようになったぞ。今度何かあったら使うんじゃな。そう何度も暴走されちゃかなわないぜ。いや、そのことなんじゃが、何でもスチームットを暴走させたのはマスクをかぶったマント男だったというもっぱらの噂での、その男が双子山に向かうのを見たという話もある。また悪さをせねばよいんじゃが。マスクをかぶったマント男、キッドボルドとかいうやつだ。ちくしょう、あの筋肉バカめ。なんじゃ、お主の知り合いだったのか。双子山に行けば会えるかもしれんぞ。会ったらこっぴどく叱っといてくれ。もう二度とわしの手を煩わすようなことはするな、とな。あんた何もしてねえだろ。おーおーっと、忘れるとこちゃった。そういえば村長がお礼をしたいんでうちに寄ってくれたとさ。羨ましいの。だ、さすりちゃん元気でな。あ、なるほど。そこがまんま繋がってんのか。で、ここに行くとさっきの多分蒸気が出てたところに繋がって村に行けるし、双子山に行けると。なるほどね。じゃあ先にちょっと村長のところに挨拶に行きたいから。あ、なんかいる。かわいい。ちょっと待って、かわいいからゲットインが正解じゃないか。当たらん。ちょっと待ってよ。ちょっとこれをなんかノータイムで攻撃するのは人として終わってる。当たらない、当たらない。ちくしょう。でも攻撃もできないみたいだしな。なんだこの子。一瞬重なる瞬間に回転切り打てば、だここからほら、やっぱ攻撃できないから。何なんだろうこの子、すげえ可愛いんだけどな。さあというわけで、まあ眠気もあるでしょうから、あ、心がレベル上がったわ。あの、朝まで村長の家の目の前で寝て村長に挨拶をしましょう。さあというわけで、それが終わったらもう一回双子山に戻ってボルドを追いかけに行くって感じの展開だね。オッケー。というわけで、村長の家はね、どうせなかなか見つからないので、本当になかなか見つからないので、村長の家なんかこの世になかったので、村長、やっぱ村長なんていなかったんじゃないかなこの町には。あ、これだ。よし、というわけで朝まで寝ましょう。さあ村長、
ういっす。いやあ、武蔵君じゃないか。心配してたんだよ。終わり？武蔵君、おかげで村は救われたよ。何かお礼をしたいが、あいにく何もなくてな。武蔵君みたいな子供の口に合わないと思うが、これでももらってくれるかね。武蔵は長寿ベリーをゲット。 HP 最大値が25アップしました。おお、いいね。なるほど、これはありがたい。さあ、というわけでございまして、双子山に向かってみたいと思いますので、双子山にどうやって行くのかわからないですが、双子山に行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでございまして、双子山に到着しましたね。しっかりとね、セーブも一回打っといたので、で多分今回はおそらくだけど、なんだ、登れるスキルが増えたことによって移動範囲が増えたんじゃないか。だからなんかどっか行ったらなんかできるみたいなことだと俺は思ってるんだけど、よいしょ。まあちょっと相変わらずあれか、こっち側から行くしかないのか。双子山のどこに行きゃいいのかなっていうところでございますね。まあとりあえずガンガンね、進んでみるしかないので、ちょっと探索続けていきたいと思います。おそらく1回通ってるところの再度探索にはなっちゃうと思うので、まあまあ実際問題はなんつーの、スキップになるとは思うんですけど、でどこに行きゃいいんでしょうね。ちょっとそこら辺も含めて頑張ってみます。お、なんかあった。なんだ